フラウス・スリューテルは、ハールレム出身のオランダ人彫刻家。美術史上、当時の北ヨーロッパで最も重要な彫刻家で、次世代のヤンファン・エークラが完成させた初期、フランドル派による北方写実主義の先駆者とみなされている。スリューテルは、おそらくまずブルッセルで活動し、その後ブルゴーニュ公国の首都であるディジョンに移った。ディジョンでは、 1385年から1389年にかけてジャンデ・マルビルの助手として、そしてブルゴーニュ・コー・フィリップ2世の宮廷彫刻家として活躍した。1389年から死去するまで宮廷彫刻家圏大公の近似の地位にあり、死後その地位は老いに引き継がれた。スリューテルは古代ギリシアローマ時代の壮大な規模で、 写実主義の人物彫刻像を復興した。後期の作品では、表情、姿勢、そして衣服のドレープで彫刻された人物の感情を表現している。特に衣服の深い折り目の描写は、多くの芸術家たちにも倣されるものとなり、多くの作品に表現された。彼の最も有名な作品は、リジョン郊外にフィリップ2世が設立した。 シャンモル修道院のために作成されたモーゼのイドである。また、シャンモル修道院に安置されたフィリップ二世の棺の彫刻もほとんどが彼の手によるものである。この棺は修復されて、現在はディジョンの歴代公爵の宮殿に置かれている。ネザーランズインスティチュートフォー、アートヒストリーハットマレー P&L ペンギンディクショナリーオブアートアーティスツロンドン ペンギンブックス、ピアニッシモ、492、ISBN0 から14から051300から0。ありがとうございます。